TPP、オスプレイの配備など社会問題になっているこの2つ、どちらもアメリカ側からの要求、以前からアメリカの存在問題視してきた岩上さんです、うん、先週岩上さん、さらにとんでもない無茶苦茶な要求がアメリカ側からあった。はい、これ東京新聞がですね、はい、22日つまり、土曜日ですね、はい、に報じたんですけれども、まだ野田内閣は2030年代に、原発ゼロを目指すと、そういう戦略の閣議決定をやろうとしていた、はい、その直前にですねアメリカから横やりが入り、この閣議決定を見送るように要求していたという事実、これスクープですよ、でまあ、さらにあの東京新聞はですね、この骨抜きになってしまった、実際閣議決定伸ばしてしまったわけですね、はい、先送りにしてしまった、いいダクダクとアメリカの圧力に従ってしまったんですけれども、こういう圧力にね屈するようなことはあってはいけないと、はい、いうこと、政府は説明責任を果たす義務があるんだということを言ってるんですが、こうしたですね、これ東京新聞本当に正論だと思います、こうした報道それから論調に追随してくる新聞が全然ないんですよね、読売なんかは、アメリカのにも配慮した2階建程度のことです、配慮どころじゃないです、これ内政干渉ですよね、重大な問題だと思います、まあ、そうやってこう横やり入れるというかですね、文句を言うというか、どうしてそのアメリカ、日本の原発がストップすることに反対なんですか。まあ、東京新聞の記事の中にそれは出てくるんですけどね、その要求の根拠としてかなりあからさまの話なんですけれども、アメリカの原子力産業にも悪影響を与える、はい、つまり、アメリカの原子力産業にとって日本は得意先であるわけですね、そうしたこと、また、日本がもし脱原発を果たすということになるとこれは大変世界に影響を与えるわけですね、ドイツが先陣を切った、次に、日本だ、こういう形でですね、経済大国が次々もし脱原発を果たしていくと、それで商売しているアメリカの原子力産業は、顧客がいなくなる、商売上がったけど、そういうことはやめろというアメリカの国益を露骨に主張したということなんですね、じゃあアメリカの商売のために我々は被爆しながらも、原発を続けなきゃいけないのかって、そういう話ですよ、だから前から、ね、脱原発について、論じる人は、脱米国依存ということも考えなければ、絶対脱原発なんて果たせない、これはもう1年半前から言い続けてきてるんですけど、それが、まあ、今回図らずもむき出しになったということですね、確かにそうですね、で、同じようにですねアメリカ側から圧力をかけられているのが、オスプレイです、中国との関係も一触即発ですし、そのオスプレイではないにしてもそのある程度の抑止力が必要だという人もいます、岩上さん、このオスプレイの問題なんですけど、もう飛び始めましたよね、飛行訓練が始まりました、先週木曜日この問題に取り組んでいる沖縄県出身の建築家牧師義和さんに、岩上さん単独インタビューされた、これどういうお話だったんですか。これね、牧師さんという方は、この本当に沖縄でオスプレイについて、まあ、民間の立場からですね、ずっと発言をされていて、今回はね、議員会館内での集会なんかに出席されるために上京されてきたんで、いいタイミングで、うちも中継しました、さらに単独インタビューしたんですが、とにかく分かりやすかった。オスプレイとは何ぞや、どうしてダメなのかと、非常に簡単で分かりやすいんですよ。建築家らしくですね、模型を作ってこられまして、オスプレイ。どうしてダメか。オスプレイってこの羽の上にこうプロペラがありますよね、あれを回してこう垂直に上がっていくんですけど、上から下に向かって風を吹きつけるわけですから、翼に吹きつけてですね、下方圧力がかかっちゃうんですね。はあ。物理的にだから下へ下げるような圧力がかかっちゃう。だから羽をね、細く小さくしなきゃいけないんです、羽を細く小さくすると今度どうなるか、飛行機は水平に飛ぶためには速度があって、かつですね、羽が広くないと揚力って出ないんです、だから垂直に上がろうという力も、それから水平に飛ぼうという力に対しても、これマイナスに働く構造を持ってて、とっても不安定は、でそのためにプロペラのサイズを、小さくしてるんです、普通のヘリコプターの 75%、 これまで配備されてたヘリよりも 75% の大きさにしてるんですね、
じゃあ、そのため、そしたらどうなるか。いわゆる、不調になって不時着をする、という状態のこと。その時、オートローテーションというんですが、はい、羽がくる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 、その、下がっていく風で、回るわけですよ、はい。風車を落としてみて実験するとわかるんですが、同じ重さ、どころか、前のヘリよりも2倍の重さがある。その重さをつけて、75% の小さな風車にしたら、あっという間に落ちる。ふわーっと落ちるのと、ボトンと落ちてしまう。だから乗員は必ず死亡してしまう。大事故になる。かつ、ゆっくり落ちていくと、ヘリは、やはり具合悪くなって落ちることはありますから、不時着するときにですね、安全な場所を探すわけですよ。住宅密集地ではなく、どっか空き地を探して、そこへ不時着しようとする。そんな余裕ない。ガチャーンと落ちてしまう。だから危険なんだ。ものすごくね、合理的で、なんでこんな構造なんですかって言ったら、いや、これは理科系の人間だったら必ず分かる話だと。こんな程度のことも分からないまま、なぜこんなものを作っちゃったのか。まあ、とにかく、こうした飛行機とヘリのね、両方の機能を備えてるものがあったらいいねで、こう、設計したとしか思えないって、今言ってましたね、それで作っちゃったら飛んじゃったってことですか。そうしたら危ないけど。飛んじゃったけど落ちちゃったってのを連続してるわけですよ。それじゃたまっとんじゃないんですよね。そう。で、何よりも、このオスプレイはですね、尖閣問題に対する抑止力には全くならない。ならない。ならない。はい、機銃もない、はい。ミサイルもつけられない。要するに、そんな攻撃力ゼロ。ただの輸送機なんですよ。で、尖閣って、このヘリコプターオスプレイが着陸するような平地、まあ、30平米ぐらいの、はい、そんなものがどこにもない。ただの岩山。はい、だから降りれない。はい。うん、全く意味がない。で、もちろん空中戦になりますから、空中戦でバババってそんなものが飛んでったら、あっという間に撃ち落とされる。はい。うん。で、まあ、乗員がそれでも海兵隊が飛び降りると、そしたらパラシュートで落ちてきますよね。はい。そのもの先に上陸されたらみんな撃ち落とされる。はあ。待ってましたですよね。だから全くオスプレイを使うということは考えられない。はあ。でもこれを使うと、そういうプロパガンダがなされてるわけですよ。はい。で、先週もこの話しましたよね。ところが、火曜日、はい、その先週のか後、はい、日本にも立ち寄ったパネッタ国防長官というですね、はい、アメリカの、はいはい、中国に行って、梁さんというですね、国防大臣と話してるんです。その時の話、一応話し合いがありましたよというのは、普通に日本でも会談がありましたよということが報じられましたが、はい、終わった後記者会見に応じてですね、これロイターの英語版で出てるんですけれども、何を言ったかというと、世界最強のね、同盟関係、世界最強の国同士、アメリカと中国はこれから同盟関係を結ぶんだと、うん。世界最強の同盟をこれから築いていくんだと。そのための話し合いだと。特に軍同士の同盟関係を作るんだと。ほう。アメリカは中、ね、日本に関しては、それいけやれいけと背中を押して、いるわけですよ。そして中国を怒らせて他方でね。とか、米中はお互いにですね、組んでこうぜって話し合いが進んでるんです。これね、日本、ピエロですよ。間に挟まれてですね。はい、もちろん、米中は、互いに手を結び合いつつ、お互いに覇権をめぐって、睨み合いをする。でも、米ソの対立のような決定的なもんじゃないんですよ。はい、その間に挟んでる日本という、まあ、一種ボールみたいなものをトンと突き飛ばしてみたり、まあ、トンと跳ね返されてみたり、この、日本を、挟んで押したりですね、引っ張ったりをやりながら、お互いが牽制し合ってる構図なんですよ。そういうことも分からず、米中はこのような手の結び合い方、話し合いの仕方もしているにもかかわらず、アメリカが守ってくれるのは絶対間違いないと信じ込んで、それを前提にですね、はい、中国とね、一丁断れば喧嘩してやるって、ものすごくですね、愚かしい、そういう空気作りですよね。馬鹿げてると。北朝鮮の核ミサイルを怖がってる人たちがなんで中国の核ミサイルについては無関心なんですか、はい、とっくの昔に核開発は終わっててです。戦略艦弾道弾も持っている。日本に核ミサイル雨嵐と撃ち込むなんてわけない国ですよ。何百発もできます。できっこないでしょ。どうするんですかって話ですよね。僕は結構この間にいろんな人と話したんですけど、普通の人に中国って核ミサイルあるんだよって言ったら、って固まって、それじゃ無理だわって言うんですね。あまりに今、尖閣の問題で、こう空気感というのを、こう、なんていうのかな、
好戦的なムードというのが作られつつありますけれども、そうした基礎的な情報も伝えることなく言ってるってどうかと思いますよね。そうですね、まあ、しかし無責任だと思います。これも孫崎ゆけるさんからいろいろお話聞いたりとかですね、はい、その条約なら条約とか、あと、そのアメリカならアメリカのとある高官が言った言葉、それをその全て、信じるというか、いい風に信じるんじゃなくて、やっぱり冷静に分析していかなきゃいけないってことなんですね。そうそうそう。で、日本のメディアが、既存メディアは、ある一部分だけ変えつ、なんで、都合のいいことだけ言ってるんですよ。はい、だから例えばパネッタが、日本はね、いざという時には我々ね、尖閣諸島で何かね、起きた時に。日米安保を適用します。これパネッタだけではなく、クリントンでも誰でも言いますよ。はい、日米安保5条適用と言いますけど、一方で日米同盟があるんです。日米同盟の条約はもっと日米安保のような大雑把なもんじゃなくて、材木書いてあって、そこには島しょ部でことが起こったら、まず日本がやること。だからアメリカ行きませんと書いてあるんです、条約ですよこれ、でそれは僕は外務大臣、歴代の外務大臣質問して、それに対して答えられて、だからそれ外務大臣の答えですからね、まともにいい加減なことは言えませんから、まともな答えしなきゃいけませんから、まず第一義的に自衛隊が行くと言ってるわけです、それは実際の実践には米軍、特に沖縄の米軍というのは動かないということは明確なんですよ、何を言ってるんだかって話ですよね、さて続いてですね、TPP です、これもアメリカに圧力をかけられる問題ですよね、で、その作物の問題についてはアメリカに本社構えるですね、モンサント社、問題企業だと指摘する声がありますよね、モンサント社、何回かラジオ機の方も聞いたことがあるかと思うんですけれども、世界の遺伝子組み換え作物市場の90%を誇るグローバル企業、遺伝子組み換えのその作物の危険性を指摘するドキュメンタリー映画、モンサントの不自然な食べ物という作品もあります。岩上さんもこれ講演会などで上映されてる、そうですね、シネマトークカフェというタイトルで全国各地でこれ上映してトークをするというのを、このモンサントの不自然な食べ物をやりますし、あと昨日はですね、渋谷のアップリンクで、コーポレーションという、コーポレーション、全世界中の、いろいろなね、グローバル企業はどんな不法行為をしているのかっていうのを集めたものすごい2時間半もある長編なんですけど、その中にモンサントも出てくるんです、昨日はかなり長く話もしました、どうでしょう、このモンサントっていうのが、これ知らず知らずに入ってきてるんですか。そうですね、知らず知らずっていうか、一般の人たちはわからないままですよね、で遺伝子組み換え作物が小さくですね、政府はですね、パブリックコメントを求めて、そしてそれをまあなんていうか形式だけやった上で認可するということをどんどん進めて今いきつつあるわけです、さらにはこのもちろん遺伝子組み換え作物への危険性というか怖いというのは、日本国内ではそれ世論は強いんで、そう簡単には、まあ、入ってこれなかったわけですけど、TPP に入っちゃうとですね、これはもう問答無用で全部 OK になるんですよ、そういうその上からドンと来られてしまう TPP に恐ろしさがあるわけですね、で問題はじゃあ遺伝子組み換え作物ってどうなのかと、それが人体にどんな影響が出るのか、これまで安全だ安全だとモンサント側は言ってきたんです、そういう実験発表を繰り返してきたんですけど、実はですね、これはつい先日ですね、21日、スクープだと、スクープって言いますか、大変な発表だと思いますけど、フランスのね、カーン大学というところが2年間にわたって、つまり今までやったこともないほどの長期にわたって、毒性、慢性毒の長期の、まあ、暴露による、生態の影響ということを調べたんです。マウスに対して、遺伝子組み換え作物、トウモロコシをですね、食べさせて、それから食べてない、ラット群とのこの比較をしたんですけれども、それによると、特にメスの方がひどかったんですが、1年目で、対象群の方、普通に食べさせてない方は、がんがですね、発生してないんですけど、食べさせた方は 30% ぐらい出たと。24ヶ月目ではですね、食べさせてない方は 30% 以内、がんはね、実験群の方のメスはね、50% から 80% がんになったんです。で、乳腺とかですね、肝臓とか皮膚にも支障が出て、消化管の異常、これオスの方にもみんな出てるんですけれども、寿命も短くなり、がんや、もう臓器あらゆるところがですね、疾患に、侵されると。で、
こういう実験をやったのは今回初めてだと思うんです。で、フランス政府がこれを認めて発表した。EU はこの GM 作物の取引を緊急停止する可能性がある。出てきたと。これね、大変なことです。そうですね。これ何かに似てると思ったら、まあ、放射線の低線量の長期にわたる被曝というのと似てるわけですよ。とっても構造が、あの時も、まあ、あの時もって今もなんですけど、この問題311以降出てきてからですね、御用学者が安全だ安全だ安全だって言い続けてくる、それと同じような構造でですね、まあ、原子力村があるのと同じように GM 村が一周世界中にあって、世界中を覆うようにあって、安全だ安全だと研究費をもらってる学者たち、御用学者たちが言ってきた、これね、フランスではそうした圧力に負けず研究を貫いて、そしてこういう結果が出てきてるわけですね。これは真正面から日本も受け止めるべきだと思います。そうですよ、ちょっと注目ですね。大変だと思います。はい、以上ニュース本音と建前でした。